化放送おはようテラちゃん。8月3日水曜日5時になりました。おはようございます、寺島直政です。外は青空が少し見えておりますね。この時間から29.3度、昨日とあんまり変わらないんですが、やはりこの大台といいますか30度超えてると超えてないとじゃ感覚も違いますね。昨日はもうこの時間から30度この浜松町も超えてましてね、うーわーなんて思いましたけども、それと1度も違わないんですが、 29.3 度だと、昨日よりまだマシかな。人間なんてそんなもんなんでしょうね。それにしてもこの風がですね、人肌みたいな感じで、今朝もこの頬をなぜていきました。なぜていくというかベロンと触るみたいな、なんかそんな暖かさでしたね。今日も関東強い日差しが照りつけて猛烈な暑さが続くでしょう。最高気温35度以上のところがほとんどで、内陸では40度近くまで上がるところありそうです。熱中症重ねて厳重な警戒してください。こまめな水分補給、適度な塩分補給ですね、こちらも心がけてください。午後は山沿い内陸中心に急な激しい雨ですとか雷雨のところがあるでしょう。山ですとか川のレジャー、空模様の変化に十分お気をつけになってください。昨日は埼玉越谷が最高気温 39.5 度、埼玉の熊谷が 38.9 度、東京の青梅が 38.9 度ですね、栃木佐野が 38.8 度。じゃあ今日はどうかというと、今日もですね、埼玉熊谷39度の予想ですし、群馬前橋38度、東京都心でも36度の予想です。こうやって一雨欲しいななんて思ってる方もね、このところの降ったら降ったでもうずーみたいな、そういうこういう雨じゃないんだよっていう、そういう感じであるんですけど、ミルゲイツさんから今ツイッターいただいてますね。新潟にお住まいです。現在26度、雨、農業をやっている人にとっては久しぶりの恵みの雨。これも強すぎる氷なんか混じっちゃったら最低ですけど、最悪ですけどもね、適度な雨っていうのはやっぱりこの時期必要でもあるのですね。はい、念のために雨雲レーダー見るとやはり新潟あたりにはですね雨雲かかってる、あと栃木の一部にも雨雲がありますね。一方で佐渡島あたり、これ猛烈な雨を降らせるような、海なんですけども、この雨雲がこうね動いてるという状況なので、被害が出なければいいなというそんな状況ですね。さて、今朝はドイツと結んでいます。ドイツライプツヒ在住作家の川口マーン恵美さんです。川口さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。川口さん、前回7月19日にお話伺いましたが、その時も、ヨーロッパ熱波が襲っててドイツも暑いというお話でした。今ドイツいかがですか、改めて。これからまた熱波が来るんですね。ですから明日、明後日は40度近くなるって言ってます。そうですか。じゃあ信じられないですね。日本と同じですね。そうするとね、湿度は違うけれど、ひどいです、湿度が違いますけどね、だからヨーロッパでもね、この熱中症で亡くなる方も結構いらっしゃいますもんね。そうですね、あと山火事がすごいでしょうね。ドイツは山火事は大丈夫ですか。いえ、チェコとのね、境のすごく風光明媚なところがずっと燃えてて、一回雨が降ったんですけどやっぱり消えなかったみたいですね。乾燥もしてますからね。でも川口さん、今バカンスの時期ですよね。そうですね、今全ての州が、夏休みに入りましたから、竹縄ですけど、ただみんなどっかこうちょっとヨーロッパの中だけで飛行機に乗ってどっかに行く人が多いんですけど、2、3週間、飛行場が大混乱してて、なんかコロナの時に解雇した人たちが戻す、なんかうまく再雇用できなかったらしくて、なんかだもう本当に乗れなくて置いてくぼりになっちゃう人とか、荷物が詰めないとかって、本当に大混乱してますね。だからね、せっかくこのバカンスで楽しもうと思ってんのに、まず空港でも足止め食らっちゃったりだとか。そうですよね、ですものね、本当気の毒でしょ。でそしたらなんかパイロットが今度はストするとか言ってるし、もうめちゃくちゃですよね。ルフトハンザがね、この時にしなくてもなんかストライキってニュースは入ってきてます。そうですね、パイロット、高級取りがしなくてもいいんだけどと思うんですけど。そうですね、
のパイロットはね、なんか収入もいいって聞きますものね。そうですよ、まあ、人の命預かってるとは言うものの、あとでも空港も今川口さんお話のように大混乱、飛行機も飛ばないとなったら、これバカンス諦めなきゃいけないって人も結構出てるってことですか。だからね、もうね、これで懲りて、これからもう飛行機じゃなくて、やっぱり国内とか近場で、っていうふうに思う人が多くなると思うんですよね。まあね、せっかくでもヨーロッパの人たちって結構あの暑い時に暑いところっていうか太陽を求めていくなんて聞きますけど、そうイタリアとかスペインとかね、あとはあのそのカナリア諸島とかそういう島ですよね、はい、南が好きですね、やっぱり。そうなんですね、ゲーテの時代から同じですよ、はい、まあ、冬が厳しいですものね、太陽を求めていくんですよね。そうなんですねそっか、はい、さてその、まあ、いろいろエネルギーが不足しててですね、また後ほどお話聞いてまいりますけれども、このエネルギー不足、ガス供給不足です、簡単に言うと、ノルドストリーム、まあ、これも8割カットみたいなね、こういうニュースも入ってきてます。となると、まあ、これは政府としてはですね、頭痛めてます、前回もお聞きしましたけれども、例えばシャワーの温度を下げて最長5分にしてくれとかですね、省エネキャンペーン、まあ、これについて伺いました。でドイツの北部のハノーバー市というところでは、先月30日までにロシア産天然ガスの供給源などを踏まえて、政府関連の建物、あとジム、プールを含む公共施設でのお湯の使用を禁止して暖房の削減を狙う措置の導入を発表したといいます。ドイツの都市で公共施設で冷水のみの使用を求めて、手洗いなどでの温水利用を禁じた措置を打ち出したということで、これが初めてということなんですが、このハノーバー市の措置というのは川口さん、どういうふうに受け止められてますか。私これ知らなかったんですけど、はい、でもなんかやっぱり広がってくるみたいで、これあのそういうふうにしますっていう話は聞いてたんですけれど、はい、例えばあのみんな暑いから デパートみたいなところに行って涼もうと思っても、27度以下にはしちゃいけないとか、あとあのプール、屋内のプールはもうあのやめちゃって、はい、閉鎖にして外のプールで泳いでちょうだいみたいな、そういうのとか、あと10時以降のライトアップとか、それからあのショーウィンドウとかは消さなきゃいけないとか、はい、なんかいろんな自治体によっていろんなことを決めてやるみたいですね。これはやはりその冬場厳しくなるというこの予想のもとに、今から貯めておこうっていう、そういう目的も一つはあるんですね。そうです、あの法律を作って、その備蓄のタンクを10月には 80%、 11月1日には 90% にしなきゃいけないって法律作ったんですけど、今入ってくるのが少ない。で普通は夏の間に貯めるんですよ、夏の間に。それで秋になっていっぱいにするんだけれど、今それ入ってこないから、で使うのはやっぱり使わなきゃいけないですよね、工場、製造業だとか、いろいろ。だからあの貯められなくて困ってて、でちびちびそうね、手を冷たい水で洗えとかって言ってるわけですよ、ふざけないでほしいと思うんですけどね。だってそれだったら原発のことを考えるとか、もっと違うこと考えればいいです。後ほどまた原発のお話聞きますが、あのこれラジオ機の方でご存じない方には、もう全般あの原発を全部停止する、今年中にはといって残り3基になっていたけれども、まあ、これ背に腹は変えられないっていうんで、これをどうするかというので今ドイツは悩んでるわけですよね。はい、揉めてますね。揉めてるんですね悩むというよりも揉めてる、まあ、これはあの今その社民党ですとか緑の党とか自由民主党というので連立組んでるドイツの政府、あのですね、ショルツ首相で、その緑の党、後ほど詳しくお伺いしますけど、緑の党がやはりこの党勢といいますか、まあ、これはもう脱原発ですもんね、そうですね、もう40年ぐらい前からずっと言ってることですから、これを捨てたらもうこの党はやっぱりアイデンティティを失うみたいな感じになっちゃうと思うんですよね。まあ、だけれども一方ではね、エネルギーじゃどうするんだと、
そうですよ。だから EU の他の国にガスを節約してくれって言って呼びかけてるけど、みんな多分ふざけるなと思ってると思いますよ、はい、原発のこと考えろって多分思ってるでしょうね、だってやれることあるじゃないかって思いますものね。そうそう、他の国からしてみれば、そうですよね、うん、でそこで作ってこっちにだって欲しいくらいだみたいなね。そうそうですよ、まあそのあたりでちょっと、話聞いてるとね、あの周りから見るとドイツも自分勝手だなみたいな、まあそういう、うん、まあいつもそうですけど、ね、あ、そうですか。また後ほどお話聞かせてください、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、おはようテラちゃん、今朝5時台はドイツと結んでいます。作家の川口万恵美さんにお話を聞いていきます。おはようテラちゃん、時刻5時16分です。おはようテラちゃん、この5時台今朝はですね、ドイツと結んでいます。ドイツ在住で作家の川口万恵美さんです。川口さん、改めてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは朝刊トップ5いきます。8月3日水曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。読売新聞、アメリカ下院議長が台湾訪問。アジア歴訪中のアメリカナンシー・ペロシ下院議長、昨日の夜アメリカ軍機で台北に到着しました。中国は猛反発し、その直後同じ夜にですね、外務省声明を出してペロシ下院議長の台湾訪問を強く非難しています。4日から7日には台湾を取り巻く海域6カ所で実弾射撃を、この訓練をですね、実施すると通告もしています。朝日新聞、感染全数把握中止を提言。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身会長らは昨日、第7波が拡大する中、政府が取るべき対策について提言をまとめました。医療逼迫の深刻化を避けつつ社会経済活動を継続することを政府が選ぶ場合は、感染者の全数把握の段階的な中止や保健所が濃厚接触者を特定しないことを容認するなどの検討が早急に必要としています。産経新聞、核なき世界へ5本柱。岸田総理は昨日 NPT 核拡散防止条約再検討会議での演説後、核兵器のない世界の実現に向け合意文書の取りまとめに意欲を示しました。来年5月に広島で開く先進7カ国首脳会議につなげるとしています。日本経済新聞、電力7社最終赤字。大手電力10社の2022年4月から6月期の決算、昨日出揃いました。火力発電に使う燃料費の高騰が収まらず、東京電力ホールディングスや関西電力など7社が最終赤字となりました。想定外の燃料高によって燃料費の上昇分をこの料金に転嫁できる制度の上限、こちらを超えたのも響くとしています。続いてはスポーツニッポン、王もバースも世界も超えた村上5打席連発。ヤクルトの主砲村上宗隆内野手が昨日神宮球場中日戦で初回から2打席連続ホームランを放ち、日本プロ野球と大リーグ合わせて新記録となる5打席連続ホームランの快挙を達成しています。はい、以上朝刊トップ5お伝えしました。さて、ドイツにいらっしゃいます作家の川口万恵美さんにお話を聞いていきます。川口さん、よろしくお願いいたします。はい、はい、今の5本のニュースご紹介したんですが、何か気になるニュースってのありましたでしょうか。結構あるんですけど、はい、最初のペロシ下院議長の、はい、台湾訪問っていうの、これやっぱり今日の夜の、今まで夜なんですけれど、こちらは、はい、7時と8時の公共の放送で両方ともトップニュースになってました、はい、それでやっぱりものすごく緊張が高まって、これだとなんかかなり、まあ、軍事的な危険、構想になる危険があるんじゃないかみたいに書かれてましたけど、そういうふうに日本では、はい、
なってません？まあ、一応その、まあね、実弾射撃訓練をやるとか、まあ、そういう台湾海峡あたりでですね、うん、中国が6カ所で今ニュースでもお伝えした通りで、これ大丈夫かっていうようなところはあります、ね、ありますよね、はい、なんで行ったのかっていうのも私これよく分かってないんですけれど、はい、なんでペロシさんが 今そういうそれを押して、行ったのかっていう、はい、そこら辺もなんかあんまり書かれてもいないし、それでこれ見てるとなんかまたアメリカはここで戦争を起こしたのかなみたいに思っちゃうんですけれど、非常に強気ですものね。なんか変なこと言うとまた政治的に正しくないこと言っちゃうとまずいから気をつけて物言ってるんですけど、はい、これ諸説あるんですが、はい、なぜペロシ下院議長が台湾に行ったのかというのは、まずもともと今年4月にこの訪問予定だったと、うん、だけれども新型コロナに感染して延期したと、でもともと対中国強硬派であると、それで秋に中間選挙があると、まあ、これはもうあくまでも憶測ですけれども、秋にアメリカで中間選挙がある。で、台湾支持の姿勢を示す方が支持者有権者へのアピールになるんじゃないかと。あと、それは本当書いてありますよね、ドイツでも。そうですか、やはり。はい、はい。でももしそうだとしたら、そしたらその後、ウクライナと同じで、はい、それで消しかけて、それで、これは正義だってやって、でそして後で困ってるのはウクライナの人たちじゃないですか、はい、本当に戦争で殺し合いで、ね、もうああやって逃げ回ってってなってるのは、でそれと同じことが台湾で起こっちゃうんじゃ、うん、だったら大変なことですよね、はい、で世界としては今ねそのエネルギーのこともあるけれど、もうウクライナのロシアとウクライナのことだけだってもう精一杯ですよね、はい、今私たちのみんな影響を受けちゃってますから、でそれがもう一つアジアで起こったら一体どうなっちゃうのかと思って、はい、なんで今頃行ったのってそういうふうに私も思うんですけど ね、 で、まあ、その台湾に行くとペロシ下院議長が台湾にこの行くのではないかとこの検討が、まあ、言ってしまえば判明してしまったので、ここで行かないとなると弱腰、っていうふうにこの見られるのも、やはりこれも中間選挙ですよね、ここでその支持が少なくなるのも恐れたのではないかというふうに言われてます。でもそれってすごい勝手な話ですよね、はい、自分の選挙のためにっていうのは、はい、これだなんかちょっとこれちょっと納得できないですね、これは。で一方中国もこれ引くに引けないというのは、やはり秋に5年に一度の党大会があって、これ習近平国家主席は3期目狙うわけですもんね。絶対これはもう顔潰されたわけですから、はい、このままじゃ引き下がれないと思いますよ、でこの前電話会談ではそこまで分かってる、米中首脳会談もやってますからね。そうですよね、はい、でそこでおそらく釘は刺したはずなのに、またこの顔に泥を塗られたみたいな風に中国は受け取ってるんでしょうからね。絶対そうでしょうね、とお互いに引けないという、まあ、それもお互いにこの政治的なこの理由っていうところがですね、そうでしょうね、はい、台湾の人はえらい迷惑を被るようになるかもしれないし、そうしたらね、日本だってどれだけなんかやっぱり影響を受けて困るかってことですよね、はい、そうですね、これね、日本だけじゃない、ドイツもみんなそうかもしれない、半導体いっぱい作ってますもんね、はい、台湾はそうです。だからドイツだってきっと自動車産業とかも全部影響を受けると思いますよね、はい、まあ、ですからね、その、まあ、両国間の緊張がもう世界に影響するってことですもん、今やね。そうです、そうです、はい、でだからなんかアメリカのやってることはなんかウクライナでやったのとまるで同じじゃないかしらっていうふうに感じました。そうですね、でその近くにあるのが日本ですから。そうですよ、ウクライナの時よりもっと影響を受けますよね、そうですね、そこ通れなくなったらどうするのかと思って。いや、まさに本当そうですね、はい、さて今度はドイツのお話なんですけれども、S&P グローバルがですね、1日に発表したドイツの7月の製造業の購買担当者景気指数 PMI と呼んでますが、改定値が 49.3 に低下、好不況の分かれ目となる50を2年以上ぶりに下回ったと言います。
ています。この新規の受注の落ち込みが深刻化していることが背景にあるといいます。6月の製造業の購買担当者の景気指数 52.0 だったそうですが、専門家、ガスの供給が不足する恐れがあるため、ドイツの製造業者は来年の生産見通しを非常に懸念していると指摘しています。ガス供給不足の問題、先ほども川口さんにご指摘いただきましたけれども、いや、これ国民の生活はもちろんなんですけれども、やはりこの産業というか企業も大変だってことなんですね。企業はすごく大変だと思いますよね。はい、となるとこのガス供給不足の問題、ドイツ経済にものすごい影響を与えると。そうですよね。どうなるかが分かんないという、その先行きの不安定なところだから、はいはい、やっぱり企業ってそんなやっぱ長期的に計画立てなきゃいけないわけですから、はい、これが立たないというのが一番困ってると思いますよね。はい、で、EU ヨーロッパ連合の統計局がですね、先月29日発表した7月のユーロ圏消費者物価指数 CPI、 前の年の同じ月に比べて 8.9% 上昇と、6月の 8.6% 上昇から伸びが加速、エネルギー食料品の値上がりが続いています。インフレ物価上昇を未だ続いているという状況なんですが、川口さん、改めてまた前回に続いてですね、お伺いします。今身の回りでこれ上がったなみたいな実感というのは、まあ、2週間経ちましたけれども、何かありますか？今、まあ、スーパーぐらいしか行ってないので、はい、まあ、食料品が上がってるなというのは感じますけれど、でもね、ガソリンはねちょっと落ち着いたんですよね。なんでもっともっと上がっていくかと思ったら、はい、この一番高い時よりはちょっと下がってっていう感じですね今。それだけれど、みんな人々の購買力っていうか、はい、購買意欲が落ちてるっていうか、はい、不安だから、これから例えばガスとかその電気の、まだみんな払ってないんですよ、その値がり分を、はい、だからそれがこう生産するような感じで来ますから、ボーンと、はい、差額が、去年使ったものとの差額っていうのを払うっていうシステムになってますから、それが来ると困るなっていうのがあるから、みんなちょっとこう買い物とか旅行とかをなるべくこう節約しましょうみたいな風な動きをしてるっていうんですね。ですからホテルなんかだって本当は光熱費上がってるから宿泊料上げたいんだろうけれど、それをやると余計来なくなるからっていうんで上げられないで、それはそのままの値段になってるみたいですね。そうですか。だって下手したら本当にお客さん来ないんだったら、ちょっと値段下げてでもね。そうですよね。でもそうするとね、儲からなくなるしね。そうですね。もう大変ですよね。大変ですね、これね。ガソリンの今お話しされましたけれども、今リッター日本円にするといくらぐらいなんですか、ドイツは？今ね、日本円にして240円とか、それぐらいですかね。やっぱりでも結構しますよね。うん、今、日本が、まあ、八王子、私住んでるところ、この前見に行ったら、160円台、もしくは170円台みたいな感じですからね、レギュラーガソリンですけども。うん、となると、まあ、ドイツの方が若干というか結構高いですね、うん。あとは EU 統計局がですね、29日発表したユーロ圏の2022年4月から6月期の GDP 実質域内総生産速報値ですが、前の期に比べて 0.7% 増でした。年率換算では 2.8% 増となります。5四半期連続のプラス成長ではありますけれども、インフレの勢いが増していて、7月から9月期以降は景気が低迷する公算が大きいということです。川口さんに今お話ししていただきましたけれども、買い控えがね、出てきてるっていうことですから、うん、まあ、決してこの先行き明るくはないですね。明るくないですね。はい、確かにその料金、そのエネルギーの料金を払う、どのくらい高くなるんだろうと思えば、ちょっと我慢しとこうか。今日ね、なんかケルンのある、はい、電気会社がそれをやったら、2倍以上になったって言ってましたね。2倍ですか。はい。だったらますますですよね。そうですよね。今まで去年の実績で毎月決まったものを払ってて、1年間で生産するっていう
システムですから。ということはもうドーンと払わなきゃいけないってことですね。そうです、そのドーンがすごくなると思います今年、今度はですね。はい、はいはい、川口さん、また後ほどお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、はい、おはよう、テラちゃん。時刻5時36分になるところです。おはよう、テラちゃん。この5時台、今朝はドイツと結んでいます。ドイツ在住で作家の川口まん恵美さんです。川口さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではここからは川口さんにこのテーマでお話を聞きます。ドイツを襲う苦難、メルケルの失敗。ドイツが今エネルギー価格の高騰、脱原発の行方など数々の問題に直面しているということは、佐々木さん、川口さんにですね、このおはようテラちゃんの中でお話をしていただいております。川口さんは2021年3月に PHP 新書からメルケル仮面の裏側というこの本を出されているわけなんですけれども、まあ、今朝はですね、このドイツが抱える数々の難題について、16年の長期政権築いたメルケル前首相が犯した、失敗というこの観点からですね、川口さんにお話を聞いていく予定です。まず川口さん、メルケル前首相ですけれども、ドイツではどう評価されてるんでしょうか。ドイツではね、すごく人気のある首相でしたね。はい、いつもね、ドイツ政治家のその人気投票だとかをすると、もういつも1位ですね。はあはあ、それぐらい人気があって、それで今でもまあ引退しましたから、はい、それで16年間やってたわけですよね。で今になっていなくなってから、まあ、ウクライナの戦争が始まったこともあるけれど、もういろんな問題がこう出てきてるわけですよね。はい、でその時にその犯人探しがあって、でそしてもう全部ね、SPD 社民党が犯人になっちゃってるんですね、はい、ずっと。今の首相もそうだし、シュレーダーから始まって、はーはー、もうなんかみんなそちらが悪いみたいに なシュタインマイヤー、今大統領してるシュタインマイヤーも SPD ですし、はい、でみんなそうなってるんですけれど、私はその人一番犯人探すんだったら、どうしてメルケルの名前が上がらないのかなって思うんですけれど、はい、上がらないですね、なかなか。まあ、日本人もですね、このメルケル前首相をその、まあ、悪く評価する人っていうのは、そこまで、ね、何をしてきた人かっていうのも知らないわけで、なんかこうイメージで、しっかりやってるなみたいな、そういうイメージで捉えてる人もいるかと思うんですけども、このあたりはどうですか、川口さん。そうですね、私が見て来た感じでは、はい、ドイツでもうなんていうのかな、自分たちの自画自賛みたいなのもあって、メルケルがすごくこう評価されてたっていうのがあるんですね。はい、でメディアがメルケルを絶対にいつも擁護してたんですよ。まあ、もちろんメディアはこう公平なふりをしなきゃいけないから批判ももちろんするんですよ、はい、だけど決定的な批判はしなくて、はい、やっぱりね、いつもね、応援団だったんですよね、特に主要メディア。はあ、でそうなってくると日本、はい、それであとね、緑の党がね、はい、緑の党って本当左翼のもってかなり左翼なんですよ、はい、SPD なんかよりもっと左なんですけれど、ええ、もうすごくね、メルケル首相と最後の方は特にもう隠さなかったぐらいね、仲が良かったんですよ。波長があったっていうか、波長があった、はい、うん、それで、日本のメディアってその緑の系党のっていうか、はい、まあ、主要メディアも左ですから、かなりドイツは、はい、それをそのまんま取り入れて報道しますから、はい、日本もすごくメルケルビーキだったですよね、はい、で素晴らしい首相だっていう風になってて、それでまあ一応力はものすごい権力はありましたよね、はい、ドイツという経済大国を率いて16年間やってきたわけですから、だから EU の中でも、はい、もう本当にやっぱり飛ぶ鳥を落とす勢いで、はい、何でも好きなようにできたみたいな、最後はそれぐらい力があったと思うんですよね、ですからそういう意味ではドイツ人にしてみれば気持ちよかったと思いますけれど、はい、
でもね、ドイツと日本が思ってるほど素晴らしい首相だというふうに EU の他の国は絶対に思ってなかったと思いますね。はあ、思ってなかった。嫌ってる、本当にもう嫌ってる人たちもいたと思います。そうですか。まあ、ドイツのことを嫌ってたっていうのもあると思いますけれど、はあ、特にあのギリシャなんて、あの金融危機の時にどれだけアコギなことされたかっていうのがありますから。だからやっぱりね、あのでドイツ人はその自分たちがギリシャを犠牲になって助けてあげたんだって思ってるし、もう完璧に食い違ってましたから、まあそのね、ドイツがこのギリシャの時には財政健全かって言ってね、ビシビシやったわけですものね。うんうん、そうですよ、本当に。それでもうあのいっぱいお金あげあの援助してるって言ってましたけれど、はい、でもそれはその自分たちの銀行が随分お金貸してましたから、そこを助けたみたいなところもあったんですよね。ギリシャの首相がね、私たちはね、そのもらったお金見たことないって言ってましたもん。ああ、そうですか。いや、だからギリシャからしてみればね、いや、もうひどい目にあったよと。まあもちろんギリシャ自体も悪いんでしょうけども。もちろんね、そう、もちろん本人も悪かったんだけれど、そう。それとあと東ヨーロッパの方のハンガリーだとかポーランドとかのことをやっぱりとはかなり対立してましたし、 あちらはね左翼じゃないんですよね。どっちかというと保守ですから、しっかりした保守があるところ でそれを独裁だとかなんだとかっていうやっぱりあの攻めましたから、ちゃんと対立してたし、で南の方はみんなちょっと財政破綻組が多かったから、フランスにしてもイタリアにしても、でそこら辺とは対立してたし、まあ、あちこち対立してましたよね。そうなんですね。でこの今ドイツが抱えるですね、深刻な問題といえば、先ほどもお話出ましたロシアへのこのガス依存です。天然ガスの依存、でロシアからこのドイツに天然ガスを送る海底のパイプラインノルドストリーム、もうこれ耳なじみになりましたが、今月21日点検作業を終えて供給再開しました。しかし、供給量およそ 60%、 今 80% カットというふうに言われております。まあ、ということはその、ヨーロッパエネルギーの安定供給に懸念が強まっています。まあ、こうした中ですね、ロシアの政府系ガス会社ガスプロム、25日パイプラインの関連設備であるガスの輸送に使うタービン1台を保守作業のために停止させると発表しました。まあ、これによって天然ガスの供給量が今月27日から本来の供給量からおよそ8割減ることになります。改めてこのドイツの天然ガスの供給をめぐる問題ってのは、やはりこれはドイツでもニュースにはなってんでしょうね。いやもう大変ですよね。はい、だからこの夏の間に貯めなきゃいけないので全然たまらなくて減っていって、でこのままだったらまあ冬が大変なことになるっていうのはもう分かりきったことになってきましたから、じゃあどうしようかという話ですよね。はい、でヨーロッパ各国ですが、消費するガスの相当量ですね、パイプラインノルドストリーム1を通したロシアからの供給に依存してきました。でロシアはウクライナ侵攻後、ドイツまでのこの同じパイプラインのですね、ガスの流量、まあ、あの流す量を減らしていて、現在通常の5分の1以下にしていると。まあ、これ背景にヨーロッパ市場ではガスの価格が 2% 近く上昇、ロシアのウクライナ侵攻後に記録された過去最高値に近い値段で取引をされたということで、まあ、このガス価格の高騰というのも、先ほどもお話聞きましたけれども、もう 2% ですか、もっとじゃないですか、もっとですか、これ間違ってるんじゃないかしらと思いますけど、もっとなんですね、これね、はい、すごく上がってますね。ってこの間私が読んだのでは、最高で8倍になる可能性があるって言ってました。8倍ですね。だからそれはまあ一番ある悪いワーストケースでしょうけれど、で今だってもう絶対2倍にはなってますよね。絶対そうか、2倍にはなってるんですね。でそんな中、ヨーロッパ連合 EU はですね、26日7月の、エネルギー担当のこの理事会を開いて、8月から2023年3月までの天然ガスの消費、過去5年の平均に比べて 15% 減らすことで、まあ、合意したという、こういうニュースも日本には入ってきております。で一方ですね、ロシア大統領府のペスコフ報道官、1日
ちノルドストリーム1パイプラインのこのお設備の修理について緊急修理が必要な不具合がある、制裁が原因のこの人為的な困難もあるとして、この状況を是正する必要があるが、ロシアとしてできることはほとんどないと述べました、うん、となると川口さん、これ天然ガスの供給問題ってどう着地するんですかね。あ、ちょっと分かんないんですけれど、ではもうないと困るからどうにかして、はい、要するにあのガスを手に入れるわけでしょうけれど、はい、結局ロシアのガスじゃないものってなると、こうあのパイプラインで入るものっていったらもう限られてますから、例えばノルウェーとかオランダとかからは入るんですけれど、もうそんなに急に増やせないし、はい、でそうなるとあの LNG しかなくなりますよね、はい、液化天然ガスですね、液化、そしたらものすごいやっぱり高くなりますから、はい、今までねドイツが景気良かったのはやっぱりあの安いガス、そのまま生ガスを、はい、あのパイプラインで直結で入れてたわけだから、でそれを自由市場ですから EU っていうのは、そういう安いガスがありますよってなったら、はい、それにやっぱりみんな企業はそこから買うわけですから、そこから全部あの EU にガスが流れてたわけですよね、はい、で一番儲けてたのはもちろんドイツですけれど、はい、でその安いガスが突然何倍にもなってきたら、はい、ガスはあってももうやっぱり経済的にはボロボロになりますよね、そういう危険もあるし、だからガスが足りないだけじゃなくて、もうどうにかして調達できても経済はおかしくなるっていう、そういう問題になってますね、でこの天然ガス供給をめぐってドイツが陥った現在の状況ですけれども、川口さん、メルケル前首相、これはどう関係してたんでしょう。天然ガス、このパイプライン、ノルドストリーム1の方を、はい、あの一生懸命作ったのは、そのメルケの前任者のシュレーダー首相なんですけど、はい、で、その人が辞めて、で、メルケルになって、で、そして、あの、全然、その、対ロシア政策は変わらなくて、はい、それがどんどんもっと、こう、あの、緊密になったみたいなところはありますね。ですからメルケル首相、あの、ノルドストリーム1が開通したのは2011年なんですけど、はい、だからもうメルケル首相が首相になったのが2005年ですから、だからもう随分経ってからなんですけれど、でそこからもうどんどんやっぱりあの景気が良くなってきますよね、はい、ドイツっていうのは、で彼女はロシア政策もそうなんですけれど、戦略っていうのがなくて、安いガスが入って、はい、儲かるってなったら、もうその結果とかその後どうなるかとかっていうのを考えないで、とにかく安いガスを入れたんですよね、はい、でそれと同じことがあの経済も同じで、ロシアに対してはエネルギーで依存しましたけれど、はい、中国に対してはもう車をいくらでどれだけ売るかっていうので、はい、何の戦略もなしにやってきたわけですよね、だから今になってこれはまずいぞってようやく思い始めて、ドイツ人が今まではもう中国のこと悪くなんて全然書かなかったですけど、最近ちょっと疑問符がいっぱいつくようになってきて、で今メディアは中国のことほとんど報道しませんけれど、多分どうやって修正しようか考えてるんだと思うんですけれど、で中国に関しては車をどれだけ売るかって言って、今例えばフォルクスワーゲンなんて売り上げの 40% は中国の売ってる車なんですよ、でそれをもう今な方向転換なんかできないですよね、だからね、なんかね戦略がなかったですね、お金はいっぱい儲けたけど、はい、まあ、ですから、ね、お金になればいいっていうのが第一義に来ちゃって、あったと思いますね、安全保障という面ですね、あまりに偏って何か起きた時どうするんだっていうところがまでは行き届かなかったってことなんでしょうね。それはでも原発にも言えていて、まあ、それはあの原発は国内の問題ですけれども、もうそのメルケル首相はですね、例の2011年福島第一原発のこの事故の時、まあ、それまでは、あの環境大臣とかも務めてて、その時には原発推進派というかね、推進する側でした。それが例の2011年の福島第一原発の時に、まあ、言ってしまう180度に近いくらい方向転換をしたと。その通りですね、はいはい、あれはですね、あの2009年に、はい、
連立相手が変わって、はい、自民党に変わったんですよね。でそれまでは、SPD と組んでたから、 SPD は反原発でしたから、はい、だからあの原発を推進しましょうということは言えなかったんですけれど、2009年で自民党と連立組んで、はい、で今までの原発の稼働年数をボンと引き上げちゃったんですよね、延長、はい、原発は使わなきゃね、あのバカ見るって言って、はい、もうすごいそういうスタンスだったんですよ、メルケル首相っていうのは、これだけの技術を持ってるんだから、これを使わなかったら他の国に笑い物にされるよって言ってたんですよ、はい、それをやったら、そしたらやっぱり国民がすごく原発嫌いなもんで、はい、ドイツ国民って本当原発嫌いなんですよ、えー、理由なしなの、もう嫌いなの、はっきり言って、なんか理由よく分かんないけど嫌いなんだってことなんですね、ドイツ国民は。そうだからすごい反発あって、でそれでまずい、どうしようって、その次次にいろんなあの州選挙がありまして、州議会選挙がありましたから、はい、これのままでは負けてしまうと。で当時はまだメルケル首相のその地位がそこまで盤石じゃなかったですから、はい、いくつかの州選挙を負けると自分のあの地位も危なくなるっていう危ない状況になっちゃったんですよね、そこで福島の事故がちょうど起きたんですよ、はい、そしたらもうこのこれだって多分思ったんでしょうね、はい、であのこういう日本みたいな技術大国でもこういうことが起こるんだから原発はやはりあの危険であると、自分の今までの考え方は間違っていたから全部止めちゃおうって言って、はい、22年までに全部止めるってことをもうかなり独断で決めましたね。はあはあ、その独断ってことは、その時にはあのメルケル前首相は力が結構あったってことなんですね。その時はもう、多分福島のことを言って、そしたら緑の党がそれに飛びついて、はい、でもうね、ものすごいね、例えばあの時に津波で2万人近くの方が亡くなりましたよね。はい、であれをもうなんかね、あたかも原発の放射能で亡くなったみたいな言い方をしたんですよ、そうは言わなかったですよ、それとかあとね主要メディアがひどくて、その、遠くから望遠で撮ってて水素爆発した写真があったじゃないですか、はい、ありました。あれを何度も何度も流して、そのうちにあれじゃ迫力が足りないと思って、音までつけたんですよ、効果音まで。そうだったんですか。そういうことをしたんですよね、だからもう国民の気持ちもそっちにバーッと行ってたから、だからやっぱりやりやすかったんだと思うんですけれど、そうなんですね、で決め、それで、まあ、あの今となってはですね、まあ、今寸出のところまで来てて、残ったその3期、今年中にこの停止という予定だったのが、先ほど冒頭のお話ですと緑の党が、まあ、今ね、スタモでやってるようですけど、これどうなるんですかね。そうですね、今ね、経済気候保護大臣って言って、はい、そのにエネルギーの責任を持ってる大臣は緑の党ですから、はい、ハーベックって言って、はい、で彼がなんかね、やっぱり止めたくないんですよね、緑の党っていうのはもう40年来そればっかり言ってきたぐらいのアイデンティティに関わる問題ですから、はい、他のことは全部もう今捨てましたけど、平和主義も捨てて武器はちゃんとウクライナに やって、はい、なんか核弾とか石炭 の、はい、の火力も動かしてってやってますけど、原発だけはなんかまだやりたくないらしくて、それでまだ粘ってますけど、でも多分やらなきゃ、稼働延長しなきゃいけなくなるでしょうね、私はそう思ってます。いやでも川口さん、考えてみれば、だって国民のための政治家なわけですからね、国民のより良いその幸せのためにどうすればいいかじゃなくて、今の話聞いてると、イデオロギーですよね、そうなるとね、そうですね、あとそのメルケル前首相に関しても言ってしまえば政治的な感覚ですものね。そうですね、持っていってしまうと保身に近いような、何かそんな匂いも、はい、ね、そうですよね、はい、まあ、100% ではないにしても、そういう、あとは今後その、まあ中国への依存、先ほど車の問題でも4割とかフォルクスワーゲンとか、じゃあこれからどうするのかって、ドイツの国力をですね、
これからは難しいでしょうね、はい、多分1回ガーンと落ちると思いますね、ドイツは、でもドイツが落ちるとね、はい、EU が落ちるってことですから、はい、やっぱりだからみんなそれも困るんですよね、だから EU は仕方がないから、自分たちは例えばスペインなんかはもう最初からもうロシアに依存するのは嫌だからって言って、もう自分たち の他のところから調達してたし、ノルドストリーム2の方はもう今潰れましたけど、はい、話が、はい、一国も賛成の人がいなかったのにドイツが独断でもう進めてたわけですよね、そういうことしてたんですけれど、それもダメになってるし、難しい状況になってるけれど、まあ、他の国はドイツを助けないと、はい、自分たちも困るからって言って一応団結のふりはしてますけど、本当に寒くなったらどうなるか分かりません、この冬がねちょっと心配ですよね、まあ、日本だってそうなんですけど、はい、今朝はドイツ在住で作家の川口満恵美さんにいろいろ話を聞きました。川口さん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、どうも。